ちなみにソヤのママがめっちゃハマってたのはゴエモン。うん。そう。配信でガチャだけでもしてよ、洋服ゲーム。興味ある？みんな。絶対よくわかんないと思うけど、いいよ、しよう。うん。そう。ゴエモンめっちゃハマってたらしい。うん。ね、人気配信とかファッションゲーム配信見てみたいって。楽しいんですよ、みんな。洋服は見てるだけで楽しいの。アクセサリーとかも可愛い女の子がおしゃれしてんのが楽しい。うん、そうだよ。うわ、いいなーってなるんだよ。うん、そういう系ばっか。それか RPG、うん、にハマってた。で、一時期歴史上の人物と恋愛するのにハマってたから、恋愛ゲームもめっちゃやってたよ。モーツァルトとか坂本龍馬さんとかと恋愛したナポリタン、ナポリタンね、ナポレオンなナポリタンじゃないよ、ナポレオンだよ。そう、偉人と恋愛したりね。うん。ナポリタンって。ナポレオンさんね。うん。4人どころか男選びまくりじゃん。じゃあ、ちなみにさ、本当にさ、聞いてほしいんだけどさ、なんか、キャラクターによってなんか性格があるから、何、選択肢によってさ、物語が分岐して結末が変わるみたいな感じ多いじゃん。なんか選択肢で3つあったとしたら、1個が好感度5上がって、もう1個が3上がって、もう1個が1上がりますみたいな。で、なんか最終的に好感度の合計値がこんぐらいいったらハッピーエンド、こんぐらいだったら、まあ、仲良しエンド、こんぐらいやったら、まあなんか普通ノーマルエンドみたいなあるやん。私さ、つくづく気が合わなくてつくづく気が合わなくてさ、でもなんか一回やって、もうダメだこれ、気が合わねえわって思ってから、もう全部攻略見てたダメだなんでここでこうなんのって思いながら。そう。うん。ナポリタンと恋愛するとき、そう、全然気が合わなくてさ。うん。作業になっちゃった。攻略見て。うん。ソヤさんのノリ合わなそう。気が合わんやつ攻略すんな。いや、気になっちゃってさ。ソヤがいいなと思ったのは、ちょっと潔癖な男の子なの。潔癖の男の子ってどうやって恋愛すんのと思ってさ。しかもロン毛だったし、だからちょっと行くかと思ったけど、まあ気合わんな。ほんとに気が合わないよね。すぐそりゃ触ろうとしちゃうからさえいっえいってすぐツン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 したくなっちゃうから、うん、ことごとくやめろよみたいなうんダメでした嫌がらせうん、ねえ、怒った、ツンツンツン、ねえ怒った、でこそうざいよね、さすがにやんないよそれは。うん、ガールズサイドでも変なとこ触ってたねやっぱ男の子の攻略は無理やから、女の子をやろうかな。うん、そやさん、イチャイチャベタベタ好きなの、は当たり前でしょ逆ギレ当たり前だろ、触らせてくれよ、触らせてくれよ。うん、ダメなの、どこ、え、うーん、どこどこ、え、どこ、うーん、
え、どこって難しいね。どこだろう。顔一番嫌だよね一番嫌だよね顔触れるの嫌だよねいやなんかほっぺとかこうここさ顔の輪郭に合わせてふにゅってふにゅってやりたい気しない？こう手のひらをこう顔の顎にちょうどピッてこうピッてこうやってふにゅみたいなダメかい？いやだーってやっていい？って。え？それの次ならいいよ。うん。ひげジョリジョリするよ。うわ！気持ちよさそう。うん。めんどくさ。めんどくさくない。うん。うん。ねえ、ひげジョリジョリはむしろ好きそう。いや、割と悪くないな。うん。チャオまでって、はい、お帰りなさい。うん。スエさんは触るの好きだけど、触られるのは嫌なの？嫌じゃないよ。私、人間とくっつくの好き。だから、シャルちゃんのこともずーっと触るし、一緒に歩いてる人のことずーっと触るよ。うん。スエさんのほっぺ、ジョリジョリしてないから、まずジョリジョリ。すべすべ、ぷやぷやしてるから。うん。